今シーズンで、引退することを決めました。今は、感謝の気持ちしかありません。まあ、実は、この1年2年ぐらいですね、プレーを続けるかあるいは引退するかのその狭間で揺れていました。まあ、サッカーは大好きですし続けたい、でも、試合に出れない時もありましたし、まあ、その中で狭間、そのやめるか、ね、続けるかのところで揺れてはいたんですけど、今年の、ロシアワールドカップをはじめ、日本代表の戦いぶりですね、それから各カテゴリーの、日本代表のやはりアジアでの戦いぶりを見まして、まあ、僕がその代表でプレーしていた時よりもやはりその上のレベルというか、ね、その世界で戦えるその日本のサッカーになってきてるなと 思ったんですね。やはりその状況の中で、またこの違った形で貢献したいなと、日本のサッカーにやはり自分が選手としてではなくて、ね、こう違った形でやはり貢献したいという思いが強くなって、それで引退する覚悟を決めました。まあ、やり遂げた気持ちと、ね、まだそのできるというか、その体はすごく元気なので、なんていうんですか、まあ完全燃焼したかといえば、まあまだ余力はあるんですけど、ただ悔いはないし、自分が常にピッチ上であるいはピッチ外でもベストを尽くしてきて、そしてこの決断に至ったので、まあ、後悔はしてませんし、まあ、次のステップに行くという強い意志はあります。はい、やっぱり自分はサッカーでここまで、サッカーをして、人生を歩んできましたので、やはり現場でその指導者として、自分の、経験したことを伝えたいし、また自分も指導者としてやっぱりサッカーは常にやっぱ進化してますから、そのための勉強というのをやっぱりこれからもしていきたい、まあ、指導者になるための、歩みを、ね、しっかりと始めたいというふうに思っています。そうですね、今まで受けたシュートの中で一番強烈だったシュートは、まあ、先ほども名前が出ましたけど、ドイツ大会のブラジル戦の時に受けた、ジュニーヨ・ベルナンブカーノ選手の2点目のゴールですね。あのシュートはもう一度受けても、まあもしかしたら今でしたら、あ、こういうシュートが来るなって予測はできるので防げるかもしれませんけど、ただあの時に受けた衝撃は今でも鮮明に覚えてますね。あのシュートは素晴らしいシュートでした。それから、一番その印象に残っているゴールというのは、いくつもあるんですけど、まあ、一つは、
オリンピック出場を決めたサウジアラビア戦、マレーシアで行われた準決勝の、サウジアラビア戦の2対1で勝った試合の2点目のゴールですかね、前園さんが、伊藤輝吉さんとのワンツーでゴールパス交換からゴールを決めたシーン、それから、ジョホールバルでの、中田英寿からのミドルシュートからの岡野さんのこぼれ球のゴール、やっぱりこの2つのゴールは、自分にとって世界大会に出るために必要なゴール、あるいは決めてくれたゴールでしたので、やっぱりこの2つのゴールは自分にとってかけがえのないゴールですね。あとお子さんのリアクションはいかがだったでしょう、はい、インタビューを伝えた時の、かなり前からね、かなり前というか、リリースする前から、子供には伝えていたんですけど、最初はまあいいよと、いいよみたいなことは言ってたんですけど、先日練習試合があった時に、まあ、パパ12月2日で引退するんだよ、あ、12月2日で引退するのって聞いてきたんです。あ、引退するよって言ったら、なんか突然寂しくなってしまったみたいで、まあ少しずつね、いろいろなことが分かる年齢にはなってきてますけど、まあ自分、息子がですね、記憶に残るまでプレーできたことは自分にとって誇れることかなと思います。はい、この会見のこの状況ですね、写真を、撮っていただいた時に、その写真を僕見てですね、実は会見する前に泣いてたんです。これだけ多くの方が来てくれるとは思っていませんでした。自分にとって川口良勝というのは、この、1年、2年なんです。自分が代表で、あるいは J1 でプレーしていた時の川口良勝は過去のものなんです。ですから僕のためだけに、これだけの方々が集まってくれた、もしかしたら自分がプレーしてきた中で今日が最高の嬉しい日です。プレーを続けてきて、正直大変なことの最後の方が多かったです。でも今日これだけの方々が来ていただき、全て過去のものになりました。あと、残り3試合、それからトレーニングは残り、2日までですから、残り3週間あります。最後、プロの選手として、やるべきことを全うしたいと思っておりますし、皆さんにしっかり、お返しできるように、ただ最後の試合もまだ出場確定ではありません。ただ、今まで通り、試合に向けての準備をしっかりしたいと思います。今日は本当に自分がプレーしてきた中で最も喜ばしい日になりました。皆さんありがとうございました。